です。海明です。ドラゴンです。ネス。ドラゴンです。よし。はい、というわけで、ご報告がございます。第2回 RABA 総選挙開幕です。開催してね、すごい大好評ね、いただいたんですけど、こちらですね、YouTube にある再生リストの RAB の踊ってみたの中から、皆さんが最も好きな踊ってみたを選んでいただき、それを投票してもらったものを集計して、RAB の最高の踊ってみたを決めようという企画でございます。としてはですね、こちらの動画に1人1回だけ RAB の好きな踊ってみたを書いていただければ、そのトップ10を10月15日に開催される RAB14 周年イベントで発表したいと思います。2部ではそのトップ10を実際に踊るというね、大好評の企画となっております。なのでぜひぜひ RAB の一番好きな踊ってみたをコメントに書いて、そしてその理由も書いていただけたら大変嬉しく思います。そしてですね、今日はですね、ただその発表だけじゃなくて、去年の RAB 総選挙のトップ10をみんなと振り返ってみたいと思います。もう1年前になるんだけど、みんな覚えてる？第1位はレッツ&ゴーでしたね。いやいやいや、あれ記憶の改変が行われてるからじゃあその記憶をね、確かめるためにも、じゃあまずはトップ10から6位まで発表したいと思います。せーの、カウントダウン。ブリキのダンスとね、あとエンゼルフィッシュね、こういう感じでね、どんどんね発表していきたいと思います、はい、それでは5位から2位まで一気に見ていきたいと思います、それではいきます、カウントダウン。
1位はこの作品です。どうぞカウントダウン。もう一回やんないよね、今。ポジティブなやつだからね。あれ
が揃ってね、また RAB の活動が始まったんで、うん、皆さんがそうやってね、選んでくれて、うん、僕たち RAB 非常に嬉しいし、僕も嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃ監督を務めたのネスさんなんですけど、今度はね、エスピスとかがやってほしいよね。そうですね、まあ、今年はね、まあ、エスピスがむちゃくちゃ頑張った年なので、まあ、今回のトップ10の中でもかなり入り込んでくるんじゃないかなってね、予測されますけど、はい、ただね、ちょっと恐ろしいのはですね、夜にかけるも、ロストインパラダイスも実はこの期間には入ってなかったんですよ。そうなんですか。あの2つがどこに入ってくるかっていうのも気になるところがありますね。レッツ&ゴーめっちゃ好きでしょ。レッツ&ゴー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 ね。というわけでですね、皆さんがね一番好きなやってみたをね、ぜひですコメントにいっぱい書いてください。熱量のあるコメントもお待ちしています。お待ちします。もし応募期間などは概要欄にございますので、こちらをチェックよろしくお願いいたします。それでは10月15日 RAB の最高の踊ってみた輝くのは一体どんな作品でしょうか。それでは皆さんお楽しみに。以上、リアラキャボーイズでした。バイバーイ。カウントダウン。せいガチガチガチありがち、オタクにありがち。